はい、皆さん、こんにちは。バイトサイズジャパニーズのレイラです。元気ですか？はい。今日はね、集中して勉強するコツについて話したいと思います。コツって言葉、皆さん、知っていますか？コツ。例えば、美味しい魚を焼くコツ、美味しいご飯を作るコツとか、コツって大切なポイントという意味ね。なので、集中して勉強するコツ。まあ、集中して勉強するために大切なポイントかな？大切なことです。はい。まあ、今日ね、そう、私がいつも家で勉強とか仕事をするときに気をつけているポイント、コツについてちょっと話したいなと思います。皆さんは、まあ、働いている人もいるかもしれないし、まあ、学生さんとかもね、いるかもしれないですよね。家で仕事をしたりすることもありますか？こう、家で仕事をすることを、在宅と在宅ワークとか、日本語では言います。在宅。で、私は今ね、だいたい1週間のうち、3日ぐらいは在宅です。3日ぐらい在宅ね。もちろんこのポッドキャストも家で作っているので在宅なんですね。あとはホテルの仕事もいろいろしてるので、それも、在宅でできることがあります。で、やっぱりね、家で仕事をするの私は大好きで、ほんとね、まあ、オフィスまで行く時間がね、やっぱすごくもったいないなって思うし、私はこうオフィスまで行くのに1時間半ぐらいかかるんですね。めっちゃ遠い。めっちゃ遠い。まあ、その会社が好きだから遠いけど、そこで働いていますが、やっぱ遠い。しんどい。1日3時間ですからね。うん。まあ、だからね、私家が好きです。で、家だったら、コーヒーとかあるし、他の人がいないから集中できるし、ね、本当に昔から家が好きなんだけど、やっぱりね、家で仕事とか勉強するとき、ダラダラしてしまうんですよね。ダラダラする。ダラダラするは、オノマトペで、例えば、ソファーに座ってお菓子食べて YouTube 見るとかはダラダラ。効率が悪いとか、仕事や勉強をしない。ダラダラするです。はい。だから、ダラダラしてしまうことが多いんですね。うん。で、なので、ダラダラしないために、ちょっと私が気をつけているポイントについて、今日話してみたいなと思います。ぜひね、皆さんが気をつけていることも教えてくれたら嬉しいなと思います。まず一つ目に、その日の朝最初に、その日の勉強や仕事のスケジュールを決めることですね。これがないと、本当に絶対に一日ダラダラしてしまうんですね。もちろん、まあ一日前にそのスケジュール作ってもいい。とにかく、その日が始まる前に、その、一日のスケジュールを作ることですね。その日にやりたい仕事や勉強のタスクを一つずつスケジュール帳とかカレンダーに書きます。で、まあ、じゃあその一つのタスクにかかる時間を大体考えます。例えば、英語の勉強30分やりたいとか、ウェブサイトのアップデートを、まあ、だいたい30分でできるかなとか。で、それが考えられたら、1日の何時から何時の間に、そのスケジュール、タスクを、するかを決めます。うん、そうすると、1日の、こう、時間がね、朝からこう夜まであって、何時にこれ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 っていうスケジュールが、できますよね。はい。で、これを机の上にずっと置いておいて、
で、そのスケ、タスクができたら、まあ、マークをする、印をつけていきます。で、まあ、一日の、ね、例えば4時とか5時までに全部終わるように頑張ります。これを絶対私は朝気をつけてしています。うん。本当にこれができないと、私はもう仕事や勉強が進みません。もしね、皆さんもダラダラしてしまうなーって思ったら、ぜひね、このスケジュールやってみてください。すごく役に立ちます。うん。もしね、日本に皆さん住んでいて、パソコンでそういう、スケジュールを管理するのが好きだったら、アサナっていうアプリ、まあ、がおすすめです。ソフトかな。アーサーナ、ローマ字でアーサーナです。これ結構便利で無料でめっちゃ使えます。ぜひね、探してみてください。はい。で、もう一つ私が家で働くときに気をつけていることは、まず、いつも勉強、仕事をする場所を決めています。私はね、いつもダイニングテーブルなんだけど、ここにちゃんと座ったら仕事する。で、休むときはこのソファーに座るみたいに、ちょっと自分の中でルールがあります。だから、このソファーに座るとなかなか仕事もできないし、これは私にとって大切ね。まあ、たまにベッドで勉強できる人とか、うるさいカフェで勉強が、仕事がよくできる人もいますよね。まあ、そんな風に自分が勉強や仕事をやりやすい場所に、体を持っていって、もうそこに来たら集中するようにしましょう。はい。それはもう自分でね、その場所を見つけるのがすごく大切だと思います。私はね、やっぱりダイニングテーブルで勉強仕事するので、まずね、片付けたいんですね。朝ごはんの食器とかコップが机の上にあるので、まず片付けたいですね。だけど、片付けを始めると仕事したくないから、ちょっと他の部屋とか、なんかキッチンも片付け始めて、なかなか仕事ができないことも時々あります。あと私がよくやるのは、まあ40分とか30分ぐらい集中したら一回休む。なんかほんとね、もう何時間も頑張って仕事や勉強してしまうと、もうそこでちょっと疲れて、もう1時間ぐらい休憩してしまうことも時々あるんですね。そうするとなんか時間がもったいないので、こうちょっと疲れた30分とか40分ぐらいで、一回休憩して、なんか違う家事をしてみる、洗濯してみるとか、ちょっとコーヒーを入れるとか、なんか、まあ大体5分かな、5分10分ぐらい軽く休憩したり、他のことをしたりしています。うん。私はね、そういうのが好きです。で、まああとね、他に気をつけてることは、やっぱり、元気でいることね。よく食べて、よく寝て、よく運動する。じゃないと、ほんとなんか、集中ができないし、体が元気がないと、ね、仕事のミスがめっちゃ増えたりとか、なかなか進まない、時間がかかったりとか、まあ、しんどい時間ですよね。体がしんどいのに、楽しい気分にはなれない。ですよね。だから、本当ね、できるだけこうよく寝ること、食べること、運動すること、ストレッチとかはすごくね大切だと思ってます。で、最後ね、私が気をつけていることはこれが最後ですね。マルチタスクをやめること。はい。マルチタスク、例えば音楽を聴きながら仕事する、YouTube 見ながら勉強するとか、マルチタスク、皆さん、やりますか？私、高校生の時に、
映画を見ながら勉強するとかやってたんですけど、よくよく調べるとマルチタスクって本当はあまり良くないそうです。人間って結構昔から弱い動物だから、よく周りを見て、ね、危ない動物が、敵、悪い奴がいるかどうかを、よく見ないといけない。だから、こう、一つのことに集中してると危ないらしいです。なので、こう一つのことをやりながら、ちょっと周りもよく見るっていうのが、あるらしいです。それが人間の性格。なので、マルチタスクもそうで、一つのことに集中するんじゃなくて、他のことも一緒にやると、すごく効率がいい、よく進んでるような、よくできるような感じがする。けど、本当は、実は効率が悪いそうなんですね。一つのタスクからもう一つのタスクに、こう、切り替える。変えるのに、だいたい、まあ人によるけど、1分ぐらいかかるそうなんですね。こう映画見て、次、漢字の勉強。この間に、ちゃんと頭が漢字に変わるまで、漢字モードに変わるまで、だいたい1分ぐらいらしいんですね。まあなので、マルチタスクはできるだけやめて、もうシングルタスク、一つだけに集中して、終わらせることをまず頑張るのがいいそうです。これ私も気をつけてます。OK! じゃあ今日はこんな感じかな?はい、最後までいつも聞いてくれて本当にありがとうございます。今日もお疲れ様です。皆さんもね、勉強や仕事頑張ってください。私も頑張ります。じゃあお疲れ様でした。バイバイ。